い、どうも皆さん、こんにちは、ビレットです。というわけで、今回は、プライベートテクスチャー、プライベートパックをね、作ってもらったので、今回はそちらを使って、スカイウォーズをやっていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、早速ね、紹介していくんですけど、これですね、ビルとプライベートパック。いやー、ついにね、僕もプライベートパックをね、作ってもらえるまでに成長したということでね、マジで作成者様ありがとうございます。マジでありがとうございます。まあ、というわけでね、まあ、プライベートパックなので配布の方はね、まあ、しない方向でいこうかなって思ってます。まあ、さすがにね、プライベートってついてるぐらいだから、自分でね、使っていきたいと思います。まあ、僕のね、メインカラーである青をね、青をメインに、作ってもらったテクスチャーとなっております。いや、普通にかっけえよな、マジで。で、パックのアイコンとかも自分のね、マイクラのアイコンになってて、で、インベントリーがね、このチャンネルのアイコンになってます。まあ、これね、最初開いた時、普通にビビった。お、かっけえ、みたいな。わかりません。まあ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 、そんな感じでね、普通に今はね、マジで興奮なう興奮なうということで、まあなんか普段はね、そのインベントリーさ、みんな多分透過してやってると思うんだけど、まあなんかたまにはね、こういう透過じゃないテクスチャーもね、いいなって思った。俺はこの人いけるのかな。あ、落ちてった。あ、真ん中行ったのね。やばいな、それは。落ちて、いいね。いや、こいつやばいんじゃない。こいつやばいわ。こいつ普通にハック、ハック、僕ね、ハックでした。いや、それ響くな。僕ね、あっち来んのお前、病気じゃん。やばいやばいやばい、それはやばいって。やばいやばいやばい、来てる来てる来てるって。力くんの僕ね、危ない。僕ね。はい、というわけで2試合目やっていきましょう。うん、まああいつはね、普通にやべえやつということで、まあ置いておこう。普通にね、ああいうやつが一番やばい。頭いってるやつが大体ハック使うんで、まあ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 、ちゃんとね、普通にプレイしてるね、人のことを考えてね、プレイしてほしいな、ハッカーには。なんかあそこめっちゃ TNT パーティーしてるけど大丈夫か。気にせず行こう。あ、めっちゃ爆発してんな。この人後ろから行けるかもしれない。 OK 完璧で、これで防具強くしますの。OK 落ち着けって。お前引け持ってんだから、もっとお前さ、ゆっくり話し合うってこと思うよ。マジ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 、ゆっくり落ち着いて、それで話し合う。うん、まあね、やっぱ PVP にも和解はね、必要だと思うんですよ。僕はちゃんとゆっくり話し合ってね、それ決めるってことが大事なのに、ああやってね、無差別に人を殴ってくる人はね、マジでやばいと思います。まあ、ああいう人はね、まあ僕の相棒コントンさんがね、今ぶちのめしてくれると思うんですけど、まあ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 、とりあえずやっていこう。あ、この人はいけるな。ほい。このスケルトンが結局邪魔だからね、一番。お前なんでキルされてんの？危ない。あ、ディスコネクト、コレクテッド、引用は。は？なんかロビーに返されたんだけど。はい、というわけでやっていきましょう。でね、この剣の大きさとかもね、めっちゃね、こだわったんですよ。こういう感じがいいって言ったら、そういう感じ、なんていうの、もう要望通りに作ってくれて、この剣の長さ、短すぎず長すぎずみたいな、そういう感じ伝われ伝わってくれ。この人いけんな、お疲れ。で、まあその人もいけそうなんだけど、まあ、来るよね。OK だから、ギョフっちゃう。ギョフるっていうか、普通に行こう。
お疲れ。あれはどうせ落ちてないべ。いいでしょ。 OK、 一人はやったよ。まあ、この人それにすれ倒しての、ほい、ガチ。あのね、なんか勝てないんだけど、うん、勝てないんですけど、これどうすればいいの。僕は肝心のそこら辺でね、考えてほしいな。で、自己中的でこの人やっていこう。ちゃんとね、しっかり釣り竿を当てていけばなんとかなる話ではある。お疲れ。で、この人いけんな。このストレンスの力がね、あり余ってる俺には。待てや、おい、逃げようとすんな。まあいや、あの人はね、もう追いかけられる気しないんで諦めます。この人いっちゃおう。お疲れ。で、その柱に当ててって感じですね。うますぎる僕のこのプレイで、さらにその人も行っちゃおう。ほい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 、いいね。あ、やべ、最悪。これは計算外。いいよ、めちゃめちゃはめてる。最悪だ。今のうまく成功したら俺絶対かっこよかったのに。どこに逃げた？そっちか。逃がさないよ俺は。悪いけど。オッケー。バンバーン。ジー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 ジ。そう、最初夜でやってた、タイムチェンジャーで夜に僕してるんですけど、普段はこのテクスチャー適用した瞬間、この広がった世界、宇宙があったんですよ、そこには。これね、マジ感動だよね。普通にこれはね、マジで感動だったもん。僕の中ではこれが一番驚いた。この宇宙が こんな綺麗なテクスチャー使ったことないんだけど、こんな天空がさ、宇宙なの。いいよ、完璧すぎる。このハメだよね。バカ野郎、絶対死んだかと思った。何人来んの。一回引こう。落ち着いてね。一回落ち着くことは大切なんで。おい、誰だ。あ、ギラリスね。OK、この人行っちゃおうか。この勢いで。お疲れ。ポチってクリックして飛んでったね。で、あの奥の人をやったら終わりだね。いけるいけるいける。俺のこと最初ギョフってきた野郎だ、こいつは。足ないならもう俺の勝ちだろ、これは。やめて、ウォッチドッグ回ってるの嫌なんだけど。ウォッチドッグ回ってるとき極力俺殴りたくない。怖いから。おっぷね！今絶対死んだって思った、今。よいしょ。完璧じゃない？何このヒット。最高なんですけど、これもプライベートテクスチャーの力ですね、完全に。はい、というわけで今回はプライベートテクスチャーを作ってもらったということでね、軽く紹介してみました。まあね、一言で言えば、作成者様、神。うん。僕の好みを分かってらっしゃる、これは。プライベートテクスチャーなので、配布の方はね、今回は、しない方向でいきたいと思います。まあまあ、僕の動画を見てね、このテクスチャーいいなーってね、思っててください。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。面白かったらね、チャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あと Twitter のフォローをね、よかったらお願いします。概要欄から飛べるようになってるのでチェックしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。